GLTP 東京ブリーンが始まりましたよ。さあ、ということで今日はですね、渋谷宇多川町にあるジュエリーショップブラックリストのオーナーであるクロスさんに会いに行きたいと思います。よいしょ。お疲れ様です。GLTB 東京ブリーンイエイエイエイ。さあ始まりました。今日はここ渋谷ブラックリストからお送りしております。今日はジュエリーショップブラックリストのオーナーである、クロさんと一緒にいろいろジュエリーを紹介していきたいと思います。それでは、はい、クロさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速ですよクロさん、はい、ネックレスで今おすすめの商品はございますでしょうか。ネックレスはね、これですね。お、はい、これはまあブレスレットになりますが、ネックレス、石がついてるもの、石がないもの、やっぱりヒップホップのちょっとごつめが、そうですね、いいかなということで、重量感、存在感、はい、用意しております。これどうですか、これとか何出てきたんですか。これはね、本来は18金で作るんですが、18金日本のダイヤモンド入れると1000万超えちゃうんで、皆さんちょっと手が届かないということで、はい、シルバー925に18金ダイヤモンドを止める枠で作っております。輝きがね、全然違うんですね。すごいですね。まあ、作り方に工夫を加えて、さらに輝くようにということで作っております。こんな感じでございます。最高峰でございます。最高峰、はい、このクラブとかでしたらすごいめちゃめちゃ立つじゃないですか。はい、どの角度から見るかブリンブリンって感じで、これがお値段がリーズナブルで一番輝くっていうことですね。じゃあお値段、はい、気になるお値段の方、こちらはおいくらなんですか。お値段はね、10万ぐらいです。お、はい、長さによって値段変わるんで、今まではね、ちょっと輝きが違うんで、旧型は安かったんですが、新型はまあ物価の上昇もあって今は10万ぐらいになっております。まあ、他のジュエリーショップとかで買うとこういうやつはやっぱりダイヤがいっぱいついてるやつ系は結構10万どころじゃない。そうですね、金額でやっぱりなっちゃうという。そう、ブランドによってね値段が変わってくるんで、当店あまりこのブランド価格というのは乗っけてないもんですから、まだ、安くもないですね、中間ぐらいですね。売れはもうキリはないんで、もう1000万超えちゃうんで、その中で皆さん選んでいただければいいと思います。まあ一応一生使える金属で作ってるんで、まあ中間ぐらいの値段、はい、この値段でからでもこうブラックリストのみと。そうですね、まあ一番最高峰の、材料、最高峰の石を使ってるんで、まあ、海外のね、安いところと材料費がもう100倍違うんで、10倍じゃないよ、100倍ぐらい違うんで、まあ、そういう値段になっちゃう。じゃあちょっとクロスつけてみてください。はい、あ、つけてみましょうか。うん、やっぱこう最近のトレンドとしてはやっぱこう短い系のネックレスがやっぱ流行ってるんですか、チェーンで。ね、若い子が短い子で、年配の方はやっぱりロングですね。年代によってその長さが違う。年代によってそうなんですよ。はい、行きます。うお、こんな感じで。イメージはこんな感じです。すごいですね。存在感、うん、これはいいと思います。人気の商品ですね。ということで、はい、今回はネックレスの方を紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではまた次回もよろしくお願いします。 GLTV 東京ブリーン。